おお。国旗かと思ったら違ったわ。めっちゃ人おる。あと、ここ、表 おお。あれか。ロッチ。他には何があるんだ、ここ。この建物は。歴史か。広いな。あ、ガルバンクってあれか。じゃあ、私、いつかあそこに、家のローンを請求されるのか。ここは？うろつくな。自由公正同盟大使館保安。これがそうなのか。勝手に入ったら怒られるやつ？怒られそうだな。怒られない。ああ、入れない。そうですか。大使との面会には事前にアポが必要だ。取ってないんだろう。はい。そういう。これ、伏せて近づいたら、スリができるとかじゃないのかな。あれがガルバンク。その通り。それは、まるで、誰かに。私は常に人々に完璧な助言を与えられるわけではないが、誰？ここで力になりたい。それこそ彼らにとって何より必要なものであるはずだ。お前が求めるのは世俗の知恵か、友好的な聞き手か。人生の意味を知りたい。ロッジを探して。ああ、勇敢な冒険者たちか。そう、もうすぐそこ。この道の先だ。彼らは実に面白い。楽しい訪問になるといいな。それからいいかな？コンステレーションとの用事が終わって、自分が刑事上の知識をもっと欲していると気づいたら、教会に立ち寄ってくれ。そして我々の書物を読むといい。グラブジャンプの中では初心者に最適だと思う。目を通す機会が。サンクタムはいつでも求める者たちの味方だ。宗教の人？これ教会なの？なんか想像したものと違うな。で、ガルバンク。銃出したら怒られ。しまった。こう。今、しれっとそこのアナウンスにかかってた内容の発生した。便利、お力になれることがあれば、ぜひお手伝いさせてください。うわ、こことか、盗みに入って、人儲けできるんじゃねえの？ガルバンク。ん？盗む？不正アクセスしろと。そういうことか。アウトランド。ディストリビューションセンター？よし。ウェルはしょっちゅう電力不足に陥っている。流通。ようやくマストが人を送り込んだが。広いわ。こっちは？あ、ちょ、ガンガンタスク発生してる。これは報道機関かな？あ、商業地区。ああ、そっか。交通機関使わずに今こっち来ちゃったのか。
ょっとマスト地区に戻る。なんかタスクいろいろ発生しちゃったな。龍神インダストリーズ。ああ、求人広告ね。平和維持。これは最初に話した警備会社のタスク。で、今トラックしてんのがこれ。これ勢力タスクだな。どう見ても。龍神インダストリーズ。スカイリムやってた頃もな。あの盗賊ギルドとかのなんかそういう勢力タスクやってた記憶があるな。多分それと同じようなものがあるんでしょうね。ここ は何だ。あ、 CO2 が増えすぎた。居住区かな。気分悪くないんだけど。病院メディカル。いいから一緒に見て。あ、すげえ。ここはコロニー連合の都市ですが、コンステレーションは完全に中立の立場を貫く組織です。これまでもずっと。コンステレーションは派閥の一つだけど、どことも関わってないんだ。された時計を掲げれば正面の扉が開きます。コンステレーションのメンバーへは連絡済みです。中で待っているはずです。はい、新人コンステレーション新人です。船長、みんな図書室にいるでしょう。入ってすぐです。バレットなら、これで君はより大きなものの一部になったというでしょう。そしてここを家だと思ってほしいと願うでしょう。若君、そんなかけはない。私のお客さんが来たようだ。コンステレーションへようこそ。話すことがたくさんあるわね。仲間の身に何があったか説明してくれる？なぜあなたが代わりに来たの？何者だ？サラ・モーガン、コンステレーションの議長。つまりあなたがバレットと話した内容は私にも関係があるってこと。さあ、質問に答えてくれる？ボスか、この人。ちょっと改めてコンステレーション聞いてみよう。いいわ。ここは探索に特化した民間組織。調査対象は主に外宇宙だけど、有人星系でも異常現象なんかは扱うわ。本質的に危険な仕事だから、予定通りに仲間が現れないとなるといろいろ聞きたくなるってわけ。そこでなんだけど、バレットはどこ？はいはいはい。海賊に攻撃されてバレットに頼まれてアーティファクト届けに来た。なるほど。バスコ、確認を。全ての発言は事実です。はっ、バレットらしい。我々の宇宙船とロボットをチンケな採掘業者の見ず知らずの作業員に明け渡すなんてな。ウォルター、我々が緊急プロトコルの導入を強要しなかったら、今頃この削岩機はネオンに向かって一直線だった。でもそうはならなかった。ここに来た、アーティファクトを持って。待ってよ、ありがとう。それじゃ目の前の問題に集中しましょうか。入手した時の様子はどうだった？誰か何か見たり聞いたりしなかった？え、触った瞬間焦点しかけたけど明るい光と音楽があった。面白い。バレットの話と似てる。尾ひれは少ないけど。聞いたか？これで私を信じるか？起きたことは疑ってないさ。だがな、カトリ、おとぎ話を信じろというのは。これが全宇宙最大の謎だとしたら、究極の謎の一部かもしれないだろう。あなたたち、話がそれてるわよ。ノエル、あなたの理論を試す時が来たわ。はい、それではアーティファクトは互いに反応することが分かっています。
すでに持っているアーティファクトを近づけると動くのです。さて、その新しいものをこの2つの近くに置くと。アーティファクトをこのテーブルに乗せて。はい。そうだ、他のと同じよ。私たちも当初は2つしかないと思っていたんだがな。あーすごい、やっぱり反応してる。ほら、まとまろうとしています。間に発生してるエネルギーがすごい。友人政権のどんな人工素材でもこんな反応は出ません。リラックス、深呼吸して。心臓発作を起こすわよ。これだけじゃないってことだ。まとまろうとしてるならセットで存在するはず。友人政権外の知的生命体が作ったものだ。例の賭けは2000クレジットだったな、カトリー。受けるよ、ウォルター。まあ、答えが全部分かってたら楽しみがなくなるでしょ。話を変えて悪いが、新しい友人をどうするつもりだ。それで、仕事の準備はいい？この小宇宙を探索して暮らす生活が向いてるかどうか試してみる。炭鉱夫よりかは絶対こっちの方がいいわ。頭の中を整理したい。いいわよ。でも泊まる場所は必要じゃない？ここに泊まっていきなさい。そのくらいさせて。用意できたら声をかけて。あと、これアーティファクトを持ってきてくれたお礼よ。クレジットに加えてブースト機能がついたバックパックを用意してあげたんだけど、どうかしら？ん？きっと現場で必要になる。頭には気をつけてね。8000クレジットでーけコンステレーション用パック、これか。おー、いろいろ上がるからこっちにしよう。明かり起こしてるからきっと大丈夫だろうってみんななんとなく思ってるけど、やっぱりね。お部屋にはご満足いただけてますでしょうか。まあちょっといろいろと からガンガンメインタスクをやっていきたいところでもあるけど、他のタスクもやってみたい。てか外出ちゃった。自分の部屋見てない。広いな。おお。どれが自分の部屋なんだろう。わからん。けど金目のものがあるならいただいちゃおう。どっかで高く売れそう。まあでもな、アイテムの価値と売却価格が同じかはわかんないからな。ってこれどれが自分の部屋かわかんないよ。便所広。さて、今のタスクだけど、メインはこれ。オールドネイバーフット。ちょっと精力タスクやりたいんだよな。待って待って。ちょっと自分の家行こう。せっかくこれ振ったんだし。マイホーム。やあ、バスコ。こんにちは。オルタナスコ。バスコもお別れか。マイホームどこ？夢の家？あ、まあ、夢の家っていうか自分の家のことか。ネソイにある夢の家に行く。ネソイ。またこれ上登っちゃう。なんかね、こういう建造物見ると平等感があるな。ローンについて話す。ちょ、ローンね、できれば踏み倒したいんだけど。しゃあない。やるべきことが山積みなんだ。君は入社初日の新入りじゃなさそうだけど、一体何者だ？コンステレーションのメンバーです。コンステレーションで？
神出鬼没で謎めいたあのコンステレーションか。すごいな。子供の頃よくコンステレーションの本を読んでたよ。これは驚いた。完璧だ。これは運命だな。実はお互いの利益になりそうなビジネスがある。かなりの儲け話がね。そこまで見透かされたか。人を見る目があるな。君こそ私が求めている人材だ。正直に言うと私は少し追い詰められているかもしれない。信用分析部というのは借金を踏み倒したりする恥知らずな人物を相手にしないとならない大変な業界なんだ。だから人材が必要になる。海船山船の滞納者からも取り立てられるような才能を持つ者がね。つまり君のことだ。私に協力してくれれば大きく稼げると約束しよう。ほう。実はというと私も借金踏み倒そうと思ってたんだけど、どんぐらいもらえるの？やる気満々だな。いいことだ。だが最初は少額の債務者から始めてもらって、徐々にたちの悪い滞納者に取り掛かってもらおう。早速牛島くんみたいなことやろうとしてるな。もちろん君も知ってるだろうが、友人整形は広大な場所だからね。とてつもなく姿をくらますために別の整形に飛んだりするような連中もいるからね。そうなると探し出すのはかなり難しくなる。残念ながら全員は追跡できない。だから信用分析部が上層部に報告するときは大目玉を食らってばかりなのさ。ああ実は銀河系級の詐欺師に融資をしてしまったんだ。インターステラーイン近くのレストランをフランチャイズ化するためにローンを組みたいという話だった。まあ結局のところ詐欺だったわけだ。ディーター・マリキは別の銀河に逃げてしまった。そして今では僻地の掘ったて小屋に潜伏中って話だ。信じられるかい？仕事は簡単だ。ディーターから金を取り立ててくれ。痛い目に合わせる必要もないし、殺す必要もない。はいはい、詳しいことは後で送る。 OK。 こんな形で話が終わるのは不本意だが、誰もが正直者というわけじゃないからね。君がもしディーターと取引したとしても私には知る由もない。だが君に仕事を頼むことはなくなるだろう。頑張ってくれ。君を信じてるぞ。これタスクの失敗もありえるな。貴様よく首切られずにここで働いてるな。詐欺師に融資するなんて普通は首切られると思うんだけど。まあでも私ローン返済しないといけないからな、マイホームのために。そっか、借金踏み倒したならず者が友人整形から離れても僻地の惑星に潜伏するっていうスケールだもんな。これすげえな。メソイって惑星の名前か。ここにあるわけじゃないのか、家が。あ、またタスク発生しちゃった。まともに会話聞く前にタスク発生しちゃうんだよな。さてさて、俺のアイテム消えてない？よし。整形、オリンポス整形、ネソイ整形というべきだ。わからねえ。わからねえけど、マイホームがあるところはここなんだけど。これ、安全な惑星なんだろうな。あ、ビッグボーイの家って書いてある。最高。行きます、行きます。あれ、なんか暗くね？夜だから。今見えてた建物、マイホームだ。よっしゃ、まず中見てみようか。
マイホーム。ビッグボーイの家。想像よりかなり立派なこと。入り口どこ？おーい。え、めっちゃ立派じゃね？はい。え？次の支払い期限となる1週間。利息分のみ。まず、入ってみよう。利息かかるのか、まあ、そっか、そうだよな、ローンだもん。ああ、いいね。これあれか。家具置きたきゃ自分で置けよって感じか。あ、これ外か、外か。テラス。おえところで、この惑星は、ちょうど今、太陽の反対側にあって、あ、まあ、ほとんど地球と同じ重力で、温暖。動植物も、そこそこいて、で、水は汚染されてると。フロンティア。で、不明。不明と、不明と、不明。はい。ここね。私の惑星ではないけど、私の家がある惑星。この辺は、ものがあると。多分、オブジェクトを自分で増やしておけるという認識でいいんだよな。おぉ、広い。広いけど、物なさすぎて、味気ねえ。まあ、しばらくアイテムとかは船に保管しとくか。OK。じゃ、タスクだけど。あ、待って、俺ドーンのこと話してねえじゃん。ローンのこと聞き忘れたよ。あ、やべ。大変だろうけど、頑張ってくれ。君と私が組めば何でもできる。そうだな、小さな家だ。オリンポス星系だったよな。あれには支払いが残っている。アルゴスエクストラクターズが君のために素晴らしいローンを用意してくれた。週ごとの支払いはあるが、支払いを忘れても大したことはない。重量課金制なんだ。だがもちろんローンを何とかしてもらった方が誰にとってもありがたい。はい。でもぼったくりのような気がしている。それはとても残念だ。だがその不満は何とかしよう。ローンを完済するには2つの方法がある。一つは簡単だ。残高を支払う。そうすれば家は君のものだ、はい、晴れてハッピーな新居のオーナーさん。もう一つの選択肢は理想的とは言えない。君が物件を手放し、我々が差し押さえる。それ完遂したとは言わないな。確かに大金だからな。だが分割払いは受け付けていないんだ。すまない。契約上そうなっている。だが金を用意してくれればローンにケリをつけることができる。では元気でな。頑張って貯めろよってことか。大変だろうけど頑張ってくれ。ちなみに今いくら持ってんだ。金あれ、金は16,000。全然だね。全然足りないね。そうか。
際回収して金貯めるか早速メインタスクから脱線していくぞ。借金踏み倒したやつ成敗しに行こう。